はい、こんにちは。D さんです。今日なんですけれども、今年本当に買ってよかった美容アイテム、買ってよくなかったものを紹介していきたいと思います。普段はフィットネス、YouTube をやりながら、ドクターズコスメ、春スキンの企画、開発も行っておりますので、プロ目線と実際に使ったユーザー目線で本当に良かったものを厳選して紹介していきたいと思います。まず一つ目は、コスアレックスのレチノールセラムでございます。このレチノールセラムはプチプラレチノールで一番いいと個人的に思ってます。レチノールっていうのは最終的にビタミン A レチノイドに変換されて肌に働きかける、まあ、ターンオーバーや真皮層にあるコラーゲンの生成を促してくれてシワの改善効果などが見込める成分です。これはレチノールが 0.1% 配合されております。このコスアレックスのレチノールはしっかりと刺激を抑えていて比較的使いやすいなと思いました。体感としてまあ肌がワントーン明るくなったりとかっていうのを感じると思います。シワの改善とかっていうのはレチノールを使ってすぐに改善効果が見込めるとかシワがなくなったっていうのは難しいです。これはどの基礎化粧品でもそうなんですけども難しいです。ただ何十年と使い続けていって結果アンチエイジングとしてしっかりと効果が見出せたというものがレチノールなので長く使ってあげることが大切です。で、このコスアレックスのレチノールは、レチノールの他にスーパービタミン E というものが配合されています。で、ビタミン E はレチノールとすごく相性が良くて抗酸化作用がある成分なんですがメラニンの排出を促してくれます。なので色素沈着や、シミの予防や改善なども見込めるので刺激も少なく色素沈着の予防や改善なども見込めるリーズナブルということでレチノール現在のベストバイはこちらです。レチノールってすごく不安定な成分ですぐ酸化してしまうんですね。レチノールの製品っていうのは特に大切なのが容器なんですよ。これは正直そんなに価格は高くない容器なんですけれどもしっかりと遮光性があって酸化をあまりさせないような容器になっているのでそこもコストと合わせて優秀な製品だなと僕は感じてます。レチノールはだいたい25歳以上からは使い始めた方がいいので男性も女性もレチノールデビューをしてみてください。次にボディケア部門、こちらロート製薬のケアセラフェイス&ボディ乳液でございます。これはですね体用の保湿剤としてとっても重宝する製品です。これは8種類のセラミドが配合されています。セラミドというのは肌にとても必要な成分で肌には細胞間脂質という組織があります。そこの成分の約半分がセラミドでできております。この細胞間脂質にあるセラミドが少なくなってくると紫外線によるダメージや外的刺激から肌が守れなくなってしまいますのでセラミド補給っていうのは外部から取ることっていうのは非常に大切です。保湿成分も優秀でグリセリンと BG、ワセリンというのが成分の順序で入っているものなんですがグリセリンと BG っていうのは肌の水分量を上げてくれるものなんですね。乾燥肌の方とかっていうのは肌の水分量が少ないのでしっかりと外から保湿剤でグリセリンや BG なので肌の水分量、まあ、潤いをもたらしてくれるものが必要です。プラスワセリンが入っております。でワセリンっていうのはオクルーシブ効果といってこれも保湿剤になるんですが今あるこの水分などをこう閉じ込めてくれる作用があります。乾燥肌の方がワセリンだけ塗ると肌の水分量がもともと少ないので逆にインナードライを引き起こしたりするんですね。ただこれはしっかりと肌の水分量も底上げしてくれてそれをしっかりと閉じ込めてくれるという保湿成分で構成されているので非常に優秀なボディクリームです。これ一般的なバセリンって硬いイメージがあるんですがこれはですねしっかりと肌なじみも良くて伸びるので使いやすいかなと思います。以前そのケアセラのボディーソープ泡タイプのものを買った時はフローラル感が強すぎて使いづらいなと思ったんですがこれは無香料で誰でも使いやすいと思います。とっても優秀です。次にビタミン C 部門です。こちらプラドールの 20% ビタミン C セラムでございます。ビタミン C セラムはこれと先ほど紹介したコスアレックスと迷ったんですけれども個人的にはこのビタミン C セラムがすごく使いやすくて何度もリピートしているので今回はこちらをご紹介します。これはですね 20% のビタミン C が配合されております。
この 20% のビタミン C っていうのがすごく絶妙で、ビタミン C をお肌に塗布した時に最大でも、まあ、大体 20% ぐらいが馴染んでいくというような研究があります。化粧品の成分って濃度を上げれば上げるほど刺激になってきます。ビタミン C は安定性も悪くて刺激も強い成分なので、元は肌にしっかりと馴染むマックスの濃度って考えた時に、このビタミン C20% がとても優秀です。でレチノールが少量配合されているんですけれども、ビタミン C とレチノールっていうのは喧嘩をしやすい、まあ、刺激になりやすい、 pH が違うので刺激になりやすいっていうのがあるんですけれども、うまく使えばビタミン C の美白効果とレチノールのまあシワ改善効果、あとピーリング効果っていうのは相乗効果で美肌にすごく働きかけてくれるので、基本的な使い方としては朝にビタミン C を使って夜にレチノールを使うっていうような使い方がおすすめって結構 SNS ではあるんですが、それはおすすめなんですが、それ以外にビタミン C とレチノールを配合した製品っていうのは最近ですねちょこちょこ出てきてます。でビタミン C 自体は朝に使ってあげることがメラニン生成の活性を抑制してくれたりとか美白効果もあるので、朝使ってあげて日焼け止めを塗るっていうのがマストな使い方なので、ぜひ試してみてください。次にズボラ美容部門第1位、こちらビオデルマサンシビオ H2O でございます。これはですねコットンに浸して、で拭き取って化粧水の役割まで果たしてくれるという、夜めんどくさい時ってあるじゃないですか。でそういう時にこれをコットンに浸してちゃちゃって拭くだけで化粧水までの役割を果たしてくれるのですごく便利です。まあもちろんそれを毎日続けると良くないんですけれども、めんどくさい日っていうのは絶対にあるので、そういう日は拭き取るだけとかスキンケアを楽にしてあげる日っていうのを作ってあげることはとっても大切です。じゃないと美容って続かないですしね。これ見てください、もう空なんですよ。っていうことは僕はズボラな美容な日がたくさんあったということです。これを全部使い続けるってことは、だってこれまだ半年ぐらいしか経ってないですからね。そうで、これはですね、まあ、無香料無着色で弱酸性でアルコールフリーということで、刺激性敏感肌の方とでも使いやすいオールインワン拭き取りクレンジングです。日焼け止めやあとは BB クリームとか塗った時もしっかりと落としてくれる。1本持っとくと本当に便利です。普段のスキンケアはクレンジングジェルを使ってあげた後に洗顔を使ってあげるってことは大切です。それを日々心がけてあげることが大切なんですけれども、めんどくさい時っていうのは、まあ、これ1本で終わらせて、あとはレチノールちゃちゃって塗って終わりとか、そういう日もあっていいと思うので、ぜひ1本持っといてください。これは僕の中では超リピート品でございます。次はこちら新処方春スキンでございます。これはですね僕が皮膚科専門医の小林先生とプロデュースしている製品になるんですけれども、今年ですね春スキンの成分を結構大幅にリニューアルしました。特にこの洗顔ですね、今まで使っていた洗顔がかなりマイルドに弱酸性で刺激も抑えてちょっと保湿が残るような感じに作っていたんですけれども、テクスチャー的に嫌だなという方も多かったです。なので肌なじみを良くし、保湿の洗い上がりをもっとさっぱりめにして泡立ちをよく作りました。洗い上がりがもちっとしてるっていうテクスチャーに持ってくることに成功したので、洗顔はとってもおすすめです。でこのスキンローションに関しては相変わらず大人気で、セラミドとナイアシンアミドをベースにして敏感肌の方でも使えるように、刺激性のテストを何回もして国際的な刺激性のテストもパスし、ニキビの初期症状ができないようなテストもしっかりとパスして自信のあるスキンローションでございます。ぜひ、試してみてください。めっちゃおすすめ。次にこちらヤケーヌでございます。今年ベストバイ日焼け対策アイテムでございます。紫外線がしっかりと防御される素材で作っている、まあ、マスクになるんですけれども、全く息苦しくないです。こうつけた時にここが開いてるんですね。なので息苦しさもなく水もしっかり飲める。めちゃめちゃ便利。特に今年は減量中朝ですね、いろんなところ散歩してたんですけれども、朝起きて日焼け止め塗って散歩するのってめんどくさいので、ヤケーヌだけっていう時は結構ありました。男の人でもつけてても全然不思議じゃないと思う、変じゃないと思います。優秀な日焼け対策アイテムです。次はヘアケアアイテムです。こちらドン、オーシャントリコのアンサーミルクとアンサーオイルでございます。これはですね、あの美容師の高木さんが経営するメンズカットの美容室オーシャンから出ているヘアオイルとヘアミルクになるんですけれども、このセットが僕は一番良かったです。この2つは
結構楽に使える、特にやっぱりメンズにおすすめなんですよね。どういう使い方をするかというと、髪を洗った後に簡単に水分を拭き取ります。ヘアミルクをつけてあげて、ドライヤーで温風で6割から7割ぐらい乾かします。でその後にヘアオイルをつけて、また温風で残りを乾かして、最後に冷風をかけてあげると、すごくね、髪の毛が綺麗にまとまります。男性の清潔感っていうのは本当に大切で、男の人って普段メイクとかファッションとかも女性よりもやっぱりそこまでね、お金をかけない方って多いと思うんですよ。じゃあ何で勝負するのかっていうと、やっぱり清潔感と筋肉ですよね。でそこで清潔感を出すには、潤いのある髪、ナチュラルなケアをしている眉毛、ニキビや色素沈着があまりない肌、ヒゲは脱毛しているか、ある場合は綺麗に整えているか、黄ばんでない歯、ナチュラルに整えた爪など、ナチュラルに見た目で清潔感を出すことっていうのは非常に大切なんですね。やっぱりそれは仕事の面でも恋愛の面でも第一印象で変わってくるので、大切にしてほしいです。でそこで非常に使いやすいなと思います。でここからは今年買って良くなかった美容アイテムを紹介したいと思います。株式会社アズワンダーのシャワーヘッドでございます。このシャワーヘッドはテストする女性誌 LDK、これはすごい有名なスキンケア用品や日用品をレビューする雑誌なんですけれども、この LDK でベストバイビューティー部門に選ばれております。やっぱり LDK のこういう評価とか、あとはアットコスメのアットコスメ大賞とかになると、やっぱり箔がつくので、みんな製品とかにね、こういう賞を受賞しましたっていうマークをつけるんですけれども、これは LDK さん本当にこれマジって僕は思いました。でこれは節水が最大 80% されて、塩素を除去してくれるシャワーヘッドになっています。塩素というのは敏感肌の方はニキビができやすいようなリスクがありますし、それは塩素とニキビの関係っていうのはいろんなところで報告がされています。シャワーの出方も全体に広がったり、中心だけ出たりとか調整できたりとか、あとシャワー出しっぱな時でもここで止めれたりとか出したりとかっていうのは、あ、びちゃびちゃ、はい、止めたりとか出したりとかっていうのはできるんですけれども、節水 80% ってなるとやっぱりシャワーの出は少なくなるというのは予想できますよね。ただこれに関しては弱すぎます、シャワーの出がちょっと弱すぎました。シャワーの出が弱すぎると、シャンプーとかボディーソープとかがちゃんと洗い流せなかったりするんですよね。女性の場合は特に髪も長いので、シャンプーやコンディショナーなどの界面活性剤なども洗い流せなかったりするんですよね。ってなると、それが刺激となってフケの原因だったりとか、皮膚の炎症の原因になってしまうので、ちょっとこの弱さは日常使いでは難しいと僕は思いました。塩素を除去してくれるシャワーヘッドって今たくさんあるんですけども、これに関しては全然もうちょっとシャワーが弱すぎて、あとお湯を出した時にこのシャワーヘッドを通すと、ちょっとお湯が少しぬるく出てくるので、そこでちょっと温度を上げなきゃいけなかったりとかもします。見栄えもいいし、コンセプトもいいなと思うんですけれども、やっぱりシャワーとしての機能しっかりと使えないとダメ、洗い流せれないとダメなので、買って良くなかったですし、おすすめはしません。はい、ということで今日はですね、今年買ってよかったスキンケア美容アイテムを紹介しました。どれもですね、自信を持って勧められる商品になってますので、自分の肌に合わせて足りないもの、求めているものを使ってみてください。皆さんは今年買ってよかった美容アイテムは何かありますか？ぜひコメント欄で教えてくれると嬉しいです。それでは。